ハンデ0、2番桜井春光ハンデ10、3番佐久間武光ハンデ10、4番越智直久飯塚ハンデ20、5番西村龍太郎山陽ハンデ20。売れています。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前。最後の準決勝12レーススタートしました。10メートルのスタートは桜井と佐久間、バックなり後ろから青山周平がすごい勢いで外から来ている。一気に内側を飲み干してしまった。青山周平速攻、止まらないのか止まらないのか。佐久間のインコースまで来ている青山周平、そこを懸命にこらえて3番の佐久間2番手をキープしました。レースは2周目、山中逃げて佐久間が2番手、3番手に早くも青山周平であります。その後2番の桜井、中段から後方6番松本、4番の内、さあ2番手争いが早くも佐久間の後ろから青山周平狙っている。止まらない青山周平、まとめて2人を捉えそうな。残り4周回、この破壊力、決定力、青山周平が門生塔だ。2番手1番山中、内から佐久間が捉える。佐久間が2番手上がりました。さあ西村はどこにいるんでしょうか。西村は現在6番手を走っている。さあ西村、ここから上がってこられるのかどうか。残り3周回、先頭は青山周平、早くも蹴りをつけました。3番佐久間2番手の位置、3番手離れた1番の山中苦しくなる。そこに6番の松本が来ている。松本4番手から3番手圏内、西村龍太郎はその後ろ。残りは2周回、3番手の末が接戦。ここで松本が捉えた。さあ西村龍太郎、3番手に間に合うのかどうか。現在5番手から4番手に上がってくるところであります。前の2人が完全に抜け出しました。青山周平先頭、2番手3番の佐久間、ブルーブラック残り1周、3番手6番の松本に、さあ5番の西村龍太郎、3番手届くかどうか。松本が3番手は三者心優勢、5番西村、4番手がどうやらいっぱいか。先頭青山周平、今年これが20度目のファイナル。青山連勝ボール、2番手佐久間。戻し金です。2連勝式いずれも1番人気です。2連単8番3番260円、2連複の38は220円、3連単は8番3番6番。松本選手が少しだけ配当を上げる存在になりましたかね。8番3番6番2100